MLB オールスターの第1回中間投票が発表され、大谷翔平エンジェルスがリーグ最多得票で DH 部門1位となった一方で、吉田正尚は外野手部門8位だった。具体的な投票結果は以下の通りだ。1位、アーロン・ジャッジ、84万4965票。2位、マイク・トラウト、598918票。3位、ヨーダン・アルバレス、571986票。4位、ランディ・アロザレーナ、532489票。8位、吉田正尚、268969票。トップ2は不動のスーパースターが占めている。決戦投票であるフェーズ2に進むためには上位6人に入らなければならない。まさにレッドソックス打線を牽引する活躍を見せている吉田をもってしても、その6人に入るのは決して容易ではないだろう。上位6人に無事入れたとしても、フェーズ2で今度は3つしかない枠を、今度はジャッジやトラウトらと争わなければならない。さすがにまだメジャー1年目だからね。ファン投票で名だたるスターを抜き去るにはまだ実績が足りない。この他にも今季は調子が悪いが実力のあるアメリカ代表だったマリンズとタッカーもいるし、ア・リーグの外野は今出るには大変だよ。ほんと8位に入れていることが驚きだし、すごい。もっと長打打たないと厳しい。単に打率高いだけで長打少ないと長打多い選手には勝てない。メンツを見ての通り、外野手が圧倒的に競争率が高い。このメンバーを落とすには全盛期一郎でも無理では。吉田のコンタクト能力はメジャーでも屈指のレベルだし、確かにオールスターに選ばれる可能性がある。外野のポジションでもって選考されることは至難の業。